俺スターハンターワールドね。またこいつやんだお前、ほんとに乗ろうぞこの野郎、バカ野郎にね。モンスターハンターワールドをね、やっていこうかなと思います。ほんとね、恐竜を今日は買ってやろうかなと思ってますよ、モンスターハンターワールドでね。ほんとにもう呪いをね、もう絶滅という呪いを突きつけてやろうかと思いますからね。行きましょう、もうほんとに、ゲームスタートしていきましょうね。うん、声ガラガラじゃないよ、全然もうグラグラ。見て、見てってのもおかしいけどね。うん、ほらほら、全然、ほらもね、調子が。ほら、見える見える、喉の調子。さて、第5期調査団の諸君。僕のことかな、ね。そろそろ時間だ。うん、別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったら、もう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進める。それではこれより新大陸に向け出航する。いいですね。そうですよ、本当に君たち一丁前にね、ピッチの声、もう本当もうオフィシャル感出てません、今僕のバックとかね。あれ、これなんか僕もなんかこう青紫っぽい色合いのやっぱ服をね着ているんで、やっぱまあなんかこう恵まれた子なのかなっていう。あ、それでバーチャル YouTuber って言っていいんですか、これ。バーチャルの感じあります。あとこれ YouTube なんですか、今も僕はね。ツイッチャーやってんですけどね。そうなんですよ。あ、なんかね、にぎわってますね。あらら、え、何あれ、めっちゃかっこいいじゃないですか、あれ。おお、めっちゃかっこいいじゃないですか。あ、猫ちゃんいますね、猫ちゃんね。あ、危ね。あの配膳やられたら結構切れますよね。なんでね、こう船の中、船の底感ありますね。うん、新大陸に向けて。すごい髪型ですね、こいつね。あんたも準備完了。準備完了ですよ、本当に。いよいよか。ねえ。急にお出てから長い。あ、なんかスタンプくれてる。ありがとうね。ただ緊張する。僕が髪型のこと言うのもなんですけどね。髪型は難しいです。眉毛。え、僕のこと？僕の眉毛が薄い。もしかしてあなたは推薦組じゃない？推薦組なのかな？俺たちもなんだ。あ、なんか。な、名前を教えてくれ。あ、名前？名前ね。待ってね。あ、男前ですね。女、女なんか人種が急に変わるけど、こんなデコの人種変えてるの、こんな。じゃ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 、プリセットにあるかな、呪いの人形の顔。ああ、なるほどね。あ、なんかこうファイナルファンタジー感出ますね、急にね。ああ、なんかあるかね、呪いの人形 LR で。ああ、ないね、呪いの人形。まあ、これが一番ね、やっぱ呪いの人形、僕はどっちかというとこうなんか白人って感じでもないんでね、やっぱこう日本人的なものからまずやっていきましょうね。あれ、髪型じゃないのこれ、髪型これ。あ、顔型か、顔型ね。やっぱこうふくよかな、こうプチッとした感じのね、顔がやっぱりこうみんなにこう愛される証拠だなっていう気もするんで。あ、でも丸っこ、これが一番丸っこいのかね。丸っこいの、どれだろう、これ丸っこい、ん、これかな、これかね。今陣内と思ってました。私こっち陣内と丸乗り感ありますね、陣内。ちょっといい、モンスターハンターワールドかやってみようかなー言ってね、座って大きな画面の前に、今の僕の状態とほぼ一緒じゃないですか、陣内って。もしかしてねえ、呪いの人形がやってくるーっていう状態じゃないですか。まあまあ、どれだろうなー。これも丸いかな、これもまあちょっと丸が OK かな。あ、これかな、これん、もっといいのないの、もっと、まあまあ、これ決定、これかな。じゃあ一旦これでね、肌
ただこれぐらい僕広いのかな。年齢若いね。シワも僕全然なんでね。本当に全然シワないからね。ジャケット髪型ね。髪型。髪型これだね。うん。お。なんかちょうど気持ち悪い人になりましたね。こういうなんか男前っちゃ男前だけどなんか変に髪の毛長い人いますよね。ちょうど気持ち悪い人だってね、今ね。すごいね、これもかっこいいけどね。あ、ちょちょちょ、これでじゃあ、この髪型で決定かな。眉ね、僕を見てもらっていい？僕のこの凛々しいというかね、こう、ちょっとこう、なんか、ひょうきんなね、こう、上に上がった。そう、薄上で、こっちほぼなくないですか？僕の眉毛。こっちは前にあるけど、こっちの前にほぼなくないですか？ねえ、眉毛こんななかった片方。まあ、眉、どのタイプ、まあ、これ？あ、まあ、どれだろう、薄いんだよね。あれ、これかな？こっちかな？で、眉間のタイプ、あ、眉間ってここね、ここの。だいぶね、こう上向きの感じだからね。上にこう、クッとこう、やっぱキュートな、やっぱどれだろうね。これが近いのかどうだろうね。あ、これもいいね、これも。これも可愛いからね。どれだろうね、これかな、今のとこね。これかな。カラーはね、だいぶ、灰薄いからね、僕。こんな感じかな。こんな感じしまうね。一旦決定しようか。目はここだいぶこうつぼらなね。こうやっぱキュートな目をされてるからね。これ近いこれ近いからね。これ今だいぶ近くなってる。目ってやっぱ大事だね。これでだいぶ近く、はい、ちょっと違うね。これもちょっと似てるかな。どう思う？みんな。一丁目の右下にあるか。みんなも見比べてみてね。これね。でもこれかな？これだ気がするわ。これで、だいぶ下げ。ああ、いいね。広げ。ああ、縮めるかな？僕、調子になってる。あ、これいいね。まつげね。僕、結構まつげ長い目なんですよ。あ、いいね。カラー、目の色ってこれかな。目の色は、ああ、怖かった。片方ひるのめちゃくちゃ怖いね。ねえ、僕ちょっとこう青みがかったようなのかな。どう深いでしょ。目の彫り深いでしょ。これね、僕いつはね、こう結構ブルーアイズなんですよね。ブルー、これぐらいの、これよりちょっと濃いかな。これぐらいにですね。一括変更しちゃいましょう。これにね。これ、あ、かっこよくないですか。なかっぽいね。これでいってしまって、鼻僕もでつぶらやだね、ほんと。かわいい、急にしねえってよく言われてんじゃね。こんだけいいな。ちょっとこっちぐらいのね、ちょっとしたほんとちっちゃいよ。ちょっと人魚さんだねって言われてました。まあでも一旦これで、これを上げまくったらいいんじゃないかな。こんな感じじゃない。でもこんな感じじゃないね。おちょぼみたいな感じだからね。これが近いかね。どれが近いだろうね。ここめちゃくちゃアホだね、この顔ね。どんな感じかな。でもこの感じで、この感じで上げまくったらどうかね。違う？あ、これかな。これとかちょっと赤ちゃんっぽいね。ひげはないからね。表情。
タイプどういうこと？なんか違うこれ。何これ、何が違うのこれ。なんかあるこれ。見て、見にしときますか、言ってんね。これで決定かな、顔。どう思う？ね、羽根きくぼはでっちゃうね。こんなに巣に取ってないんだよね、羽根ね。あー、もうちょっとなんかこう、すぐらな。あ、これのがいいかな。うん。こんな感じ、なんかもうなんか、なんか、なんでしょうね、こいつね。全然が強すぎて嫌ですね、なんかね。じゃあ、インナーね。インナー、どれが。あ、でもこの色いいね。この色いいじゃん。あ、でも、ここ全身着てたでしょか。この色でのカラーを、でもここ、こういう色にしちゃえばだいぶいいんじゃないね。どう思います？でこの色で、カラーさらに、こっちの色とかにしちゃえば、だいぶいいと思うんだ。金がね、僕、金の色も、要素もあるから、これかな。あ、これだいぶ、僕なんじゃないこれね。ボイス。わ、なんか、全然違う格好になっちゃったけど、これ。え？どっち聞くのこれ。あ、サンプル大佐。もっと可愛い声ないかね。全部これなんじゃない？これ全部これなんだよ、本当に。動きのサンプルもあるの。あ、これはもうやるだけね。はいはいはい。もうこれでいいよ、もう初期装備。全然もう、あ、インナーのままいいんじゃない？インナー。なんか、え、この子なんか、急に後ろの髪の毛できちゃってるの。もうインナー、これで一番僕っぽいよね。うん、よいしょ。これでいいんじゃないかな。うん、うん、いいね。でもこの分できるだけね、僕の感じでやって、あ、表情が三角で。あ、手はいいね。おぉ。
Oye, ¿qué? ¡Oh, niña! ¿Qué? ¡Ay, pecae, chava, niña! ¡Oh, ni cochaba! ¡Ni cocha el huevo! ¡Todo lo genio! ¡Que ni cocha el chiquitinejo, niña! ¡Ahora, español, no sabe! ¡Yo coño, no lo veo en la cama, mi querido, si, niña! ¡Cuchi, ya, cuchi! ¡Cuchi, no lo veo en la cama, pues, a cuchi! ¡Bis, ni! ¡Ay,
めちゃくちゃ固まってんじゃん。これ無理でしょ。何よ。あれ、ちょっと猫、猫ちゃん、あの猫ちゃん、え、燃えてんじゃん。しかも下、火山活動が活発な場所だったのかな、これね。いや、もう無理無理、もうそっちのおばさんじゃねえから。あ、大丈夫でした、大丈夫でしたね。あ、こんばんは。ね、みんな見てくれてるかな。呪いの人形だよ。お、そう、あんなとこに船ちゃんあるよ。ねえ、移動して船に向かればいいのかな。誰か、誰か、R1 でだしね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。おい、壁、おい、おい、すごい、シャ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 って気持ちよかったね。見てください、猫ちゃんもね、どっか行っちゃいましたね。いけない、このままでは。あ、骨入りしてんね、下ね。いいじゃん、ここにいると危険です。おい、こちらに。どこ、そこ、なんでそっちが安全だとお前は思ってんの。何を思ってしてのそっち安全感よ。お、なんか上にもいるし、なんかコウモリみたいな。なんだこれ、呪われた船じゃねえか、これ。なあ、もう、え、何やってんのこれ。いきなりさ、敵のスキルでかくない。あの、草食獣ぐらいから倒していきたいんですけど。なに、どこに落ちんの。今落ちるよ。あ、これ登ってる、気持ち悪い登り方。なに、おい、出てきた、なにこれ。今登ってんのね。お前、追い越すから。急いで、うん、急いで、こっちは急いでよ。なんだね、よいしょ。なに、どこ、あ、横ね。はい、なんかめっちゃいいじゃん。ヒリュウ、何思ったの。なんでわかるの？また地面が。ねえ、何？これ地面なの？これ。化け物じゃないの？デカめの。ほら、シンゴジンみたいになってんじゃん、これ。シンゴジンのやつでしょ、これ多分ね。え？そんなことできんの？走って勢いをジャンプして飛び移るね。なに、あ、これはもうムービーね。あ、すごい、スパイダーマンみたいなものになったよ。いいやん。あれ、で、つな、あ、いいね。つないだけはね、いいじゃん。オープニング感あるよ。うん、いいね。ずっとね、こいつね。調査拠点。うん。
私たちの船が到着する予定だ。すごいね、地図を見る力すごいあるね。調査拠点を目指しましょう。ま、Google マップ見ながら迷う人間としては、人間とか人形としてはね、すごいよ、やっぱりその土地感覚、空間把握能力ね。あ、すごい、なんか頭になんかついてるよ、なんかあの警察沙汰みたいについてるよ、あれね。警察が3人がかりぐらいで皇居の塀を登った外国人を取り押さえたやつみたいなね。ロッキーロッキーあっちでいいのかな。おい、おい、すり抜けた、すり抜けたよ。なにこれ、お、え、お、すごい、これ首に塗る。うわわわ、気持ち悪い、なにこの状況、なにこの状況、なに、え、なによ、道どっちよ、こっちでいいんでしょ、マップ切ってさ、ほらほら、こうね、こう、こっちからね、いい通りのやつで、じゃこっちかな、こっち来いかな、うん、そうよ、そうよ、なんだこれ、その外国人にすっごい、何の、さっきシルベムシに私のシルベムシ覚えさせておいたんです。シルベムシファミリーみたいなのがいるってこと。え、どこ行くのこれ、こっちか、ん、違う、こっち、あ、ここん、あ、これ、うん、動きくんで面白いのに、ぶんやくちゃしきんね、しゃしゃ、なに、無理じゃねえ、助けてあげて、その人
今日大丈夫じゃないこの感じで。うん。あ、船がある。あの状態からあそこに行ったの？どうなってんの？ほい。強そうなお兄さん助けてもらいますね。天然の門構えをくぐったその先。天然の門構え。ここが調査団の拠点、アステラだ。アステラ。調査拠点、アステラ。行きましょう。ここが。え、これ新大陸にこれもう作ったの？あ、前の人たちも一軒作ってくれたってこと？あ、僕らしか最後だったんだよな。あ、船、あれだな、僕らの船。違う？違うの？これで、さっきのやつらじゃんね。よかった、よかった。めっちゃ怪我してる、あの女の子。あんなピンクい髪した子が気がしてたね。見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。話してただけ？探してよ。おい、手伝ってくれ。あ、手伝うって？あ、もう君たちね。じゃあ後でな。後でね。うん、なんかみんなそこそこいい鎧を着てるね。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。お前たち以外に呼ぶやついるの逆にね。人物もこんなに。だいたい君たちがいるならそういうもんでしょうね。調査するハンター、研究する学者、それを支える。なるほどね。あらゆる人と物がここに集まる。あらゆる。言うね。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。ちょっと待つよ。じいちゃん。じいちゃん。お前、じいちゃんの？え、これじいちゃん？じいちゃん、やんちゃっぽくない？ようこそ。神奈川とかにそうだね。うん。基地中作戦会議を開くと。うん、しばらく目標ね。あ、そうだの？うん。するよ。お願いしましょう。ついでにお供を探そう。ついでに？ここは物資補給所だ。うん、必要なアイテムを揃えられる。なるほどね。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。そうなの？なんだろうね。ゲームとか聞くからね。どうだろう。次は加工屋だ。行こう。加工屋。前の親ということ？ん？加工屋ね。あ、加工ね。はい。いるといいですね。お前ね、いるといいよね。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだ。そういうことね。おじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に。あ、そうなの？新大陸って言われにすげえ昔に見つかったんだね。ここの生まれだからな。え？生まれたの？あのじいちゃんじゃ来てずっとここで生活してたんだね。その間、5回目それで。武器や防具を作る。すげえ引いたってる。排出量の問題とかまだないんだろうね。入ってみても、もう入ってるね、それは。それより入るってことはもう火の方だからね。ねえ、すごいね。僕はまあいいけどね。え、行った方がいいの？ああ。食事ね。あ、食いしん坊なところも出しちゃったね、今ね。女の子なのにね。なんだ、不安がらせんの。あ、これじゃないね。うん。こっちだ。来て。飯を食わなね。うん。ここが食事場さ。うん。あ、あそこに。何？虫？あ、いる。あ、なんかイチャモンつけてるね、店員にね。ゼーブいいじゃん。わあ、めっちゃ喜んでたの。いいね。え、そっち？そこそんな仲良かった？僕に来ないの？ねえ。
てよ、呪われるよ、あんた。作戦会議。作戦会議。行くか。作戦会議行こう。なんか目が怖いね、ちょっとなんか大きくて。一度、揃っているな。撃ってますよ。海を渡るゾラマグダラウスを船で追い、ついに五機団が新隊に移行した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。はい、ひとまず代表として彼らに出席した。後ろに男性用、あの女性用のタッチワイフみたいなのいるね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。調査団の要の、なんか猫もいるね。よく覚えておいてくれ。よろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、今回渡りを行ったのはゾラマグダラオス。火の山を背に追う。あ、途中であったの信号やみたいなやつね。調査団最大の目的は、この古流あたりの解明にある。解明ね。およそ10年に一度、新大陸目指し。こいつ話わかってんの、隣の猫ちゃんね。道すがらの生態系。聞いてるの、本当にちゃんと。時には災害を引き起こし、はるか古来より古流とはそういうものとしてある。そういうものとして。奴らが一体ちゃんと説明してくれよ。今こそ解明しよう。お願いします。行きましょう。おや、今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。はい、まずはジャグラスの生息域調査だ。ジャグラスによっては討伐も検討してくれ。はい、討伐します。もう基本全部倒します。いつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。はい。おい、今喋った。喋るか。武器団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼る。指南役誰？だとさ、一緒に行こう。期待してくれた人？その旗印と同じく調査団の。なんかでっかいなんか持ってるよ。ゲーボ。以上、解散。以上。アクシーケーションだったね。武器ね、確かに何も守ってないらしいからね。どこどこ？あ、これ後ろしっていたかな。へい。え、ニオラチの猫とかツイッターに上げたら一番あっち行くって。あ、マジで、マジでいたらってことね。え、あんまツイッターとかやっちゃうね、こいつら。SNS ってちょっと怖いからって思ってそうだよね。うん。何？なんか猫多くない、この家。猫アレルギーの人とかいないの、反対に。好きな武器を装備しよう。これボックス、音の管理。うん。アイテムボックス、これかな？装備変更。ん？体験。片手剣、お、いいね、恐竜倒してるよ。うん、なるほどね。まあまあ、何か適当にやればいけるでしょ。ハンターナイフ、ナイフ、あー、なん、鉄塔、なんだこれ。もう攻撃力高いっていいんじゃない。とりあえずハンマーね。うん、ハンマーいいね。あー、なんだ、これスパスターソードか。アイアンハンマーはいいね、強いね。どれがいいかね。ん、メタルバグパイプ、バグパイプで戦うの。まあハンマーが強いのはハンマーでいいんじゃない、とりあえずね。へえ、何がいいんだ。あ、これが一番高いじゃん、これが。あ、もう全然、全然僕じゃなくない？もうこんなことになったらもう。まあでも、強い方がいいのかね。どうなんだろう、やっぱり。もうじゃあもう、ゴリゴリでいこう、もう。こうなったら。ニック機ね。ニック機あいつ倒したのやからもう。はい。いいのかな。どうよ。ん？何？ルームサービス？
準備できたら食事場にクエストを用意して。なんか同時に喋んないで。武器の練習が出る。同時に喋んないで。何？トレーニング、トレーニングいいね。どこ、食事場に行けばいいのね。はいはいはい。え、スノコイ、スノコ、これがスノコイだよ。これがね、スノコイだからね。うん、ゲーム開始じゃないさ。どういうこと？どういうこと？よしこ、びっくりマークついてる。あ、びっくりしてる、なんかね。あ、何これって見てんのかな、これ。これ地図じゃね？うん。何？で、同時に言わないで。うん。それがハンター。なるほどね。何やもん、行こう行こう。あ、でもびっくりしてる。まあまあ、でも食事場に行こうって言うから、ね、食事場どうやって行けばいいの。地図、食事場、なんか階段、あ、ここの階段かな、これかな。よっしゃ、わかるね。あの、今日にっくき恐竜をね、あの、絶滅、真の絶滅をさせてあげますよ。うん、マジか。うん、おお、いいね。さあ、行きましょう。行きましょう。クエストを受ける。うん、なんだ、いいね、もうわからん、もういいよ。任務、これね、承知して、前にも行きましょう。うん、これで、ね、トツノウまで。うん、なんかまあいいよ、まあなんかこれが出れば、これこっから出ればいいな。あ、失敗する、あれじゃん。ん、何ディーボも、あ、でもディーボもなんかこう、でも何持ってんの、スコップみたいなの持ってんね。スコップかな。ん、これで、これでいけるってこと。お、行こう行こう行こう。お、何？おお、あれ何？結構乗るもんだったんだね、あれね。空飛ぶやつね。タクシーみたいな感じで行ったけどね。よっしゃよっしゃ。うん。何？いよいよ初仕事ですね。うん。ルール目的達成でクエストクリア。なるほど。クエストには目的が設定されています。うん、今回はジャグラスを指定数討伐する。うん、地図を見てみましょうか。地図。ジャグラスとは、うん、調査拠点に向かう途中。あいつね、あの恐竜ね。モンスターです。確かこの場所でした。行ってみよう、行ってみよう。行ってみませんか。行ってみるよ。ルールその2、支給品とは、うん、調査団から支給されたアイテムです。うん、クエス先輩のそばの箱に入っていますね。うん、必要なものをよく考えて持っていきましょう。何考えんの、みんな持ってきていいでしょうよ。うんうん、うん、なんか瓶、え、取れない、何で取れないの、これなんだ。行くか、行くか、行くよ、行くか。あ、はい、これかな。打撃力の高い近接武器だ。うん、頭で殴られたモンスターはめまいを起こすぞ。ああ、ねえねえねえ、気をつけろよ。しまって、なんかこっちかい、これかな。ん、何、なんか言ってたな、こっち。何、もうね、同時に会わないで。こっちだ。うん、苦虫、噛みつぶし、噛みつぶしちゃって、あ、いや、これこまえなか、こら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 、なんだっけ、画面、画面みたい、これかな、これだっけ、これ、これん、違う、え、どれだ、これか、これかな、ん、違う、どれだ、どれだ？もうよくわかんねえな。もうただけただけ。
どうぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になる。これ溜めたまま歩けんのこれ。おおほほ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 体力が低くなっています。離れて回復薬を使ってください。回復薬どうやってこれこれまっさっきの切れ味が落ちたようだな。これこれ隙を見つけて砥石を使うんだ。砥石回復薬痛い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 こら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 あの動きが止まった。今がチャンスだ。えよあれ優先してくださいね。え、そうなの、やっぱり回復薬気を締めろよ。痛い痛い痛い。あ、間違えた間違えた。これ、このボタンね。はい、やだやだ。変ね、なんか変なのやった。ありがとうございます。あっ